はじめまして、ユーロと申します。ヨーロッパのユーロです。前期を東京海洋大学の、はい、推薦取り消されたんだっけ。あ、はい。共通テストどうだったんですか。最初は医学部受験で真面目にやってたんですけど。さあ今回はですね、はい、新メンバーです。はい、あ、はじめまして、ユーロと申します。ヨーロッパのユーロです。えらいキャラつけてきたな。はい、ということで一人が脱退しまして、はい、一人が入りました。しかもね、紹介してる人がいるっていうね、はい、カズコの友達です。はい、という感じでございます。いや、しかしカズコはマスク取ってもほんとそのままなんですね。予想通りの顔だ。予想通り、予想通りのかな。これよく違う人とかいるじゃん、はい。さあ、そんなえらいキャラ付けをしてきたユーロさんなんですけど、まず実力を知らなきゃいけなくて、前回じゃねえや、入試、はい、3月、まあ、結果来たと思うんですけど、国立受けたんですよね。はい、国立の理系を受けました、はい。で、どこ受けたんでした。前期を東京海洋大学の、はい、海洋政策文化学部を受けて、はい、うん、で後期は東京農工大学の農工大、はい、生態医療工学部を受験しました。なんかその、ね、顔でそのセリフが出てくるんですね。はい、やってきたわけですけど、じゃあ国立の理系で、あ、はい、頑張ります。頑張ります。もう志望校とか決めてるんですか。いや、でも基本的にはまだ決まってない状態ですね。うん、そうなんですね。はい、いや、なんかもうすごい変わった人でっていうエピソードが、なんかなんだっけ、推薦取り消されたんだっけ。あ、はい。何があったんですか。いや、ちょっとこの今ガングロヤマンバしてるんですけど、はい、昔は清楚だったんですよ。はい、でその時になんかちょっと服装を見出しただけでちょっと厳しい格好だったんで、この二人偏差値の高い、あ、この見た目じゃ分かんないんですけど、ちょっとそれで、先生になんか服装注意されて怒っちゃって、はい、自転車を投げちゃって、いやいや、そういうことさ、自転車を投げるっていうのにどうして繋がるんだ、近くにあったってこと。いや、なんかその駐輪場で怒られちゃって、なんかムカッと来て、やっちゃって、いや、それ先生に向かってんだけど。あ、はい、なんか、もうって。はい、そしたら結構いいところへの推薦がなくなったのかな。推薦自体がなくなりました。もう君はうちの学校から推薦できないと言われて。そりゃそうだよね、自転車投げる人は推薦ができないね。悲しいです。はい、悲しいです。で、今は浪人生活してるんですか。はい、予備校行ってるんですか。あ、はい、あ、はい、自分でバイトして予備校。バイトして予備校だよ、はい。大丈夫、言えるバイトなんですか。あ、普段は飲食店で真面目に働いてます。はい、真面目に働いてるそうです。じゃあ、はい、どんなね、結果だったのか、今までのですけど、共通テストどうだったんですか、そもそも。帰ってきました、開示。あ、まだ帰ってきてないです。あれれれれ、そうか、もう来てる人いたけど、はい、うん、で共通テスト、じゃあ何受けて何点だったか覚えてますか。基本的には、基本的には、基本どういうことは基本って、ちょっとメモっとかないと。はい、国語、はい、数学 1A2B どっちも受けて、はい、英語も全部受けて、はい、点数を、点数を受けてるのは知ってます。はい。はい、国語がここから、はい、170ぐらい、おお、取れてますね。はい、数学がどっちも40点ぐらいで、ダメじゃん、はい、理系なんで。そうなんですよ。で、英語は50点ぐらい。どういうこと、50点ぐらいっていうのは2つ合わせてじゃないでしょ。どっちも50点、どっちも50点ぐらい。そこで海洋大よく挑戦したな。はい、はあ、そして理科ですね、はい、理科を科学、うん、60点ぐらい、はいはい、物理もそれぐらいだったかな。へ、でも受けた時点で、はい、出すわけじゃないですか、海洋大の、はいはい、その時の判定とかは。あ、全部いいでしたよ。あ、ですよね、はい、で、二次試験受けてどうした。あ、ちょっとやっぱり失敗しちゃって、うん、ダメでしたね。すごいな、いや、これで電車乗ってきたんだなと思って今ちょっと、ね、はい、さあそんな感じだったそうなんですが、じゃあ模試とかもね、ありますので、はい、ぜひ、ちょっと待って、これ見せ、はい、おお、すごいな。これが全東共通テスト模試、高校3年生の第1回ですか、ね。はいはい、最初は医学部受験で真面目にやってたんですけど、ちょっと途中からグレちゃって。なるほど、いや、もうこれグレる前ですか。
あ、そうですね、グレる前でももうすでに学力レベルが やばかったですね。 E が連発してるんですけども、はい、ちょっと待ってください。だってほら英語29とか23、やばばばば、数学18、25とか、倫理とかもやってる。あげえ。この時は国語も低かったんですね、62。あ、そうですね。これがいつ高3の最初ですね。最初ね、第1回って書いてあるわ。第1回。ってことはまだ今、一浪ってことなんだね。あ、先月卒業しました。何を一浪を違います、高校卒業して。高校は、あ、まだ高校卒業したばっかりなんですね。はい、あ、そう。なんか、まあ、家族何歳な、何歳な、みたいなのいっぱい来てたよね、それは。で、第1回で、で、これは記述だ。これ、あ、そうですかね。これが多分、新券、はい、新券でもちょっと。ああ、はいはい、ベネッセですね。はい。ベネッセはまあ高く出ちゃいやすいんだけど。でも、やそれでも、それでも低いな。だいぶ、はい。ほうほうほう、英語61とか、いいよ、まあ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 。なるほどね。で、こっからどのレベルまで目指すんですか？あ、でも、ちょっと研究したいことがあって、もうティープの、まあ、あのガングロじゃない写真が出てきたんですけど、ここにずっ、まあやめましょう。こんな顔なんですね、全然違う。これもまた出てきた、ベネッセ6月、はい、成績表出てきちゃったんだけど、はい、評定平均が、うん、アヒルばっかりでしたね。アヒル？ あの、2ですね。2をアヒルって言うんだ。ばっかりじゃないけど、でもまだ1学期なんで、うん、ちょっと留年しそうだったんで受験に向き合えなくて。そう、あ、とかもうここまでしかないってこと、模試が。あ、まだあるんですけど、その後6月以降はない。多分あります。これもうめちゃめちゃ時間経った紙の匂いがしてるんだけど、あの2、30年経った後に匂う。いや、そうなんだ。これ古本屋とかでよくあるやつ。はい、いや、なるほどね。じゃあ、いや、それ以降はないんだ。あ、でも多分探したらあります。あれでしょ、部屋とか片付けられない人でしょ。あ、はい、ですよね、わかる。ファイルから感じる、うん、ファイルなのに別にだって1個しか閉じてなくて、あとだってぐっちゃぐちゃにただただあるだけでも、いろんなものが、はい、っていうのはね、よくわかるんですけど、すごいよね。このティープは結果とかは、そっか、これ結果じゃないもんね、受験票だもんね、うん、はい、なるほど。で、じゃあな、どこ受けるんでしたっけ、目標は。やっぱり農工大とか目指していきたいですね。そうなんだ、はい、農工大ですね、はい、分かりました。あ、今じゃ まあここは P 入れるとして、予備校は。予備校は、近所 の、うん、あのローカルの個別に行ってます。あ、個別に行ってるんだ、はい、なるほど。でそこで、何、たくさんコマをやってるの。あ、そうですね、自習とコマ入れながらバイトして、うん、その何教科やってるの今は。でも講習中なので、もう基本的に全部、あの、そっか、共通に出るものは全部やりましょうねっていう期間です。へ、はい、個別なんだ。それ高くつくよね、はい、だってそれでバイトで払うわけでしょ。そうですね、はい、なんとそんな感じでやってるわけですね、はい、果たしてこれからどうなっていくんでしょう、はい、ちょっと、だから見た目すげえキャラついてるから、すごい、はい、すごい真っ白な写真とさ、こうなってる、すごいこのギャップがすごいですけどね。あ、来た。来たのはそちら。はい、ということで、まあじゃあここね、はい、あ、ガーンと閉めてドア、そういう感じでやっていくわけですね。じゃあ、はい、理系組として、はいはい、頑張ってやってください。はい、はい、もういきなりね、一人増えててびっくり。しかもガングロメイクがいて、めちゃめちゃめちゃよろしくお願いします。はい、でまあ次の動画はね、はい、いいよちょっとつって、はい、二人のね、はい、和子と二人のあのね、そのどう結果とか持ってきた、なんかもしの今までのやつとか、そう、それをちょっと見ていきたいと思います。はい、ではまた次回、はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 はい。